すする TV。 ずるずる。どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、最近はね、結構涼しくなってきて、夏の終わりも近づいてきてるのかなーなんて思ってるんですけど、私すする先日ね、新型コロナウイルスにかかってしまいまして、まあ、しばらくの間ね、療養しておりまして、もう体調の方はね、ほぼほぼ万全なんですけど、まだちょっと味覚とか嗅覚といったところがちょっと戻ってなくて、やはりそこら辺もこう万全な状態で撮影したいということで、ラーメンの写真を見ながらね、こう悶々とする日々を送っております。ラーメンの画像とかをいろいろ見ていて、もやっぱりね、とりわけ食欲をそそるのはラーメン二郎なんですよね。ラーメン二郎の直系店は基本的にはこう動画撮影 NG なので、すする TV で撮影するっていうことはないんですけど、僕がラーメンが好きになるきっかけになったラーメンはラーメン二郎なので、動画を撮影しない人がね、毎日ラーメン健康生活の裏側で今年もね、ラーメン二郎たくさんの店舗に行っていました。そんな魅力あふれるラーメン二郎、今年すするがすすったお店を中心にね、振り返らせていただければと思います。それでは早速振り返っていきましょう。レッツゴー。まず今年一番最初に行ったのはラーメン二郎カンナナ新大田店ですね。新大田店では小ラーメン、ニンニク、油トッピングでいただきました。この新大田店で、ね、いつ行ったかと言いますと、実はですね、元旦に行ったんですよ。新大田店は毎年元旦に営業するっていうのが恒例になってまして、やっぱりもう元旦に営業するっていうのを知ってる二郎好きの方が結構いるので、もう1月1日にも関わらずね、結構長蛇の列ができました。新大田店といえばやっぱり超極太麺の一杯がいただけるお店で、新大田仕様の超極太麺がむっちりもちもちとした超力強い食感になってまして、表面にね、結構油の層が浮かぶ醤油感しっかりとした非乳化寄りのスープとの辛みも抜群で、とにかくすごい食べ応えの一杯がいただけるお店です。ラーメン二郎の直系店の中でもね、なかなかハードコアな名店と言えるんじゃないでしょうか。様々な限定メニューとかオリジナルトッピングなども提供していて、行く前にね、ツイッターチェックは必須のお店かなと思います。写真撮影はね、ラーメンのみとなっているので、厨房の中とか撮影するのはまあしない方がいいですね。まあ普通なんだけどね、勝手に厨房でこうラーメン作ってる人とかとあんま良くないと僕も思うので、まあまあ写真撮影とかするならラーメンのみにするのがいいかなと僕は思います。そしてお次に行ったのがですね、ラーメン二郎西大駅前店ですね。こちらではラーメン小、ニンニク油、うずら、生卵、そして生姜トッピングをいただきました。まあ、この2軒目でね、気づいた方もいるかもしれないですけど、僕直系店ではね、結構ニンニク油トッピングですすることが多いです。野菜増してもね、美味しいんですけど、野菜増すとどうしてもこうちょっとスープとね、混ざった時にスープがちょっと薄まっちゃう感じがしてしまうので、僕は基本的にはニンニク油トッピングでいつもいただいてますね。こちらの西大駅前店はですね、もうコアな二郎ファンからもかなり人気のお店となってまして、まあ、どの時間帯に行ってもほぼほぼ並びあり、さらにちょっと行列をね、切るのも早いです。一般的なラーメン屋さんだったら、こう営業時間までに入れば食べれるっていうところが多いと思うんですよ。例えば15時までのお店だったら15時に入れば食べれるっていうところが多いと思うんですけど、西大駅前店さんはですね、その営業時間でもう営業終わってしまうので、営業終了時間の、ね、1時間前ぐらいまでには並んでおかないとこう入れない可能性もあるんで、まあ、並ぶ時間帯にはね、注意していただきたいですね。まあ、あと店内に入るタイミングとか食券を買うタイミングとかもう店主さんが全て指示してくれるので、その指示にしっかりと従えば大丈夫です。西大駅前店さんも有料トッピングがね、結構レギュラーですごい豊富で、僕は生姜トッピングが特にお気に入りです。まあ、最初はこうラーメンをそのままで食べ進めて、徐々にこう生姜を溶かしていくと、ニンニクのフレーバーと生姜のすっきり感が合わさって、もう異次元のうまさになります。なんかなんだろう、こう薬膳スープ飲んでるみたいな感じになるんですよね。あの生姜のすっきり感めちゃくちゃ合います。あと生姜をトッピングするとレンゲがついてくるっていうのもいいです。ラーメン二郎ってあんまレンゲがねついてこないんですけど、レンゲでこうスープを飲めるっていう嬉しさもありますね。さらにデロ麺と呼ばれる柔らかめに茹でられた麺と微乳化よりぐらいのね、こうまあそのラーメン二郎って非乳化とか乳化とかって結構あるんですけど、まあ非乳化の方が醤油が立ってて結構すっきりしてる、乳化は結構油が回ってて、ね、濃厚なスープになってるんですけど、まあ、そのちょうどこう中間ぐらいの感じで、すごいバランス感がいいスープになってます。あと西大駅前店さんといえばね、味しみバッチリの豚もめちゃくちゃ美味しいですね。豚増す方も結構いらっしゃいますね。豚増しは結構、ね、早い時間で売り切れたりするんですけどね。まあ、なんでこの時注文しないのか分かんないんですけど、有料トッピングの青ネギのトッピングねめちゃくちゃ合うんで、ネギ好きの方ちょっとぜひぜひ注文していただければと思います。さあお次はですね、ラーメン二郎神田神保町店ですね。神保町店はすでに今年2回行っておりまして、小ラーメンの麺半分、トッピングはニンニク油辛め、さらに有料トッピングで生卵、うずら、さらに、ね、千切り生姜などもいただきました。神保町店はですね、まあ、私すするが都内でもトップクラスに好きなラーメン二郎の一つで、まあ、今年で言うとね、誕生日にも行ったりと、もう本当にめっちゃ好きなお店です。神保町店はですね、麺の量がかなり多いので、初めての方は特にもう麺少なめか、もう麺半分とかを推奨
証したいです。別に並んでいる時にね、店員さんがこう麺の量を確認しに来てくれるので、そのタイミングで食券を見せながら麺半分でとか麺少なめでっていうと対応してくれるので、ぜひぜひね参考にしてみてください。私すするもですね、麺半分で食べることが多いですね。神保町店はもうなんといってもバランスが最高にいいです。醤油の立ったすっきりとした品優化スープは豚の旨味もしっかりと感じられて、もうほんと出汁感がねすごくあるんですよね。あくまで個人的な好みなんですけど、最近は神保町店はですね、辛めですするのがお気に入りです。すごくこう芳醇な出汁感のあるスープに、さらにこう醤油のエッジがプラスされることによって、より美味しくいただくことができます。まああくまでね個人的な好みなんで、ほんと参考程度に思っていただけると幸いでございます。うずらと生卵はね、いつもトッピングでつけてるんですけど、千切り生姜というトッピングも神保町店ならではの有料トッピングとなってまして、千切りの生姜にねすっきりと酸味のある味付けがされた一品になってまして、生姜好きの方にはねぜひぜひおすすめしたいトッピングです。ラーメン食べながらこう生姜つまんでもね、結構口の中がすっきりしたりとか、スープにタレごと入れるとすっきりとね、後味めちゃくちゃさっぱりして美味しい一杯になります。行列は長めなんですけど、レベルの高い合格点を超える二郎をオールウェイズ出してくれる名店ですので、ね、二郎好きの方はぜひぜひ行ってみてください。今年中にもう一回ぐらいは行きたいですね、神保町店ね、行きたいな。そしてお次はですね、ラーメン二郎ひばりが丘駅前店です。こちらも今年2回行っておりました。ひばりが丘ではね、小ラーメン、ニンニク、油トッピングでいただきまして、先ほどの神保町店は非乳化すっきりスープで有名なお店なんですけど、こちらのひばりが丘店は乳化系で濃厚なスープがいただけるお店です。もう店主さんの接客もねすごく明るく元気よくて、もう食べに行くたびにね、もうこっちも元気もらえるような感じで、めちゃくちゃいいお店です。ちなみにですね、ひばりが丘店は野菜、ニンニク、油、辛めなんかのね、標準のトッピングはあるんですけども、生卵だったりとかうずらなんかの有料トッピングはなくて、券売機はラーメンの大小、さらにね豚の量、そしてウーロン茶のみというすごく男気あふれる構成となっております。豚の出汁感たっぷりで、醤油もしっかりと効いた濃厚な乳化スープと、ちょうどいい柔らかさの麺がね、もうほんと蜜月の辛みを演出してくれまして、麺とスープがねこう一体となって体になだれ込んでくる感じ、たまらないです。まあ、ひばりが丘駅前でもねかなりの人気で、1時間ぐらいの行列はまあ当たり前っていう感じなんですけど、もうほんとに無性にこうひばりが丘の濃厚なスープ飲みたいなというタイミングがあるんで、もうめちゃくちゃ注力されますね。ちなみに券売機にはですね、ラーメン大小、そして少なめのラーメンもあったりとか、さらにまあほんとやっぱ接客がねめちゃくちゃいいので、初めてラーメン二郎に行くよっていう方にもすごくおすすめしたい名店です。そして今回の振り返りではラストとなります。八王子野苑街道店2さんですね。こちらではですね、今回小ラーメン、ニンニク、油、生姜、うずら、そして生卵ダブルをいただきました。東京都八王子市野苑街道沿いにある、もうめちゃくちゃ大きい看板が目印になっているのがこちらの野苑街道店2ですね。野苑二郎もね、濃厚乳化系のスープで麺の量も結構多いので、初めての方は要注意です。券売機にはプチ二郎っていうね、麺の量がちょっと少なめになってるメニューもあるので、初めての方はプチ二郎おすすめです。野苑二郎といえば、ほんと他のお店にはない変わったトッピングとか、あと限定メニューなんかもすごく豊富で、なぜか今年行った時には注文してなかったんですけど、刻み玉ねぎ卵っていう、刻み玉ねぎとタレが生卵に入って、それをこう麺にくぐらせてすするメニューがね、僕めちゃくちゃ好きで、まあ、刻み玉ねぎ卵はね、玉ねぎ好きの方にはめちゃくちゃおすすめです。家族連れやカップルのお客さんなんかもよく見かけるお店で、テーブル席もあって、さらにお店もね結構広いので、とても入りやすい二郎だと思います。野苑二郎はね、ゆっくり食べても早く食べてくださいとか言われることもないので、すごく入りやすいお店ですね。スープは濃厚乳化系、そして麺はね、ラーメン二郎にしては結構固めな茹で加減で、麺自体の風味も結構強くて、食べ応えは抜群になってます。個人的にはね、ラーメン二郎は結構デロッとした柔らかめの麺が好きなんですけど、野苑二郎みたいなワシワシとした食感の極太麺もまあ結局好きなんですよね。まあ、結局ね、二郎は全部うまいっすよね。二郎難民になりやすい日曜日も営業してくれてるっていうのもすごく嬉しいポイントかなと思います。はい、というわけで今年行ったラーメン二郎でとりあえず5軒振り返ってみました。実際今年行ったラーメン二郎ですね、全部で16軒、まあ何回か行ってるお店もあったりするんですけど、16軒行ってるので、まあ都内とねちょっと地方で分けたりして、紹介していければなと思っております。まあまた僕自身のね、そのまあ匂いだったりとか味の感覚が戻ったら、ちょっとラーメン二郎もねやっぱ行きたいですね。なんか喋ってるとこうより行きたくなるというか、なんかなんだろうな、あの感じ、
あの強烈な旨味がね、こうちょっとこう頭をこう刺激してくるような感じで、めちゃくちゃ行きたいですね。今年ね、私すするがすすったラーメン二郎まだまだありますので、また来週あたりちょっと振り返り動画出させていただければと思います。そんなわけで今回はすするがすすった2021年のラーメン二郎をちょっと振り返っていくという動画でした。よろしければ高評価やね、コメント欄なんかで自分の好きなラーメン二郎だったりとか、まあ二郎インスパイア系のラーメンだったりとか、いろいろちょっと書いていただければ、私もコメント欄すべて読ませていただいておりますので、ぜひぜひよろしくお願いしますといった感じで、本日もありがとうございました。ごちそうさまでした。